血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など、女性のホルモンの変動に伴って現れる、精神不安や、苛立ちなどの精神神経症状及び、身体症状のことである。なお、医学用語としては、これら女性特有の病態を表現する、日本独自の病名として、江戸時代から用いられてきた、漢方医学の用語である、血の道について、 1954年串間による研究によって西洋医学的な検討が加えられ、血の道症と定義された。同義語に、血病、血型、血が荒れるなどがある。血の道症に見られる症状は、以下のような自覚症状、精神症状、身体症状であり、同一の患者に、いくつかの症状が共存する場合が多く、約90%以上は5つ以上の症状。 定する血の道症の症状の多くは、以下のような神経症様症状あるいは、不定周素的な自覚症状である。血管運動神経性、熱感のぼせ、顔面好調、冷え、新規更新、腹部の動機、頻脈、おそ脈等運動器障害、腰痛、肺痛,痛、胸痛、筋痛、肩こりと近く神経異常、過敏、ドンマ、しびれ。 ありそう感と全身感覚異常、倦怠感、脱力感、疲労感、液疲労、あくび不定周素、頭痛、頭も、めまい、立ちくらみ、耳鳴り、先行し、眼性疲労。皮膚及び、分泌異常、創用感、時間、多感、口活、唾液型等皮尿器異常、貧尿、肺尿痛等消化器異常、大きい、食欲不振、便秘、下痢等月経異常。 月経不順、月経過多、月経過小、無月経、月経困難等多の疾患との鑑別診断は以下の通り。蒸気症状を示す疾患として以下の疾患があり、神経症、不安神経症、神経性神経症、ヒステリー精神疾患、統合失調症、周酸性精神病、月経前緊張症、 高年期精神病自律神経失調症の一部を含み、高年期障害を包括すると考えられる。中国北総大の和罪局法の婦人諸病門に、昭洋さんという漢方処方があり、その処方名を、やかず同名は、よく婦人の血の道の雑多なる主相、昭洋症として定まらないものを治すとの意味であり、捉えがたい血の道の病態によく合致するとしている。 これらの症状、収素は、漢方医学的には、気、血、水の変動、訴えや不均衡によって起こると考えられ、お血によるものが最も多い。気によって起こる、症状、不安、焦燥、のぼせ、動気、多度、井度、抑うつなど、血管運動神経や精神神経障害による、諸症状で、月経の激変に際する情動の激化や、 生来の神経質など感情に支配される。血によって起こる、症状、頭痛、めまい、動機、熱感冷え、しびれなど、血管運動神経や精神神経障害、知覚障害症状が起こる。分娩、流産などの後で発生することも多い。水によって起こる、症状、頭痛、頭も、耳なり、めまいおよび不眠等の神経症状。胃内低水を認める。 西洋医学的には、高年期障害と同様に、ホルモンバランスが原因の一つと考えられるため、ホルモン補充療法などが用いられる。また、精神安定剤、抗うつ薬、ガンマオリザノールなども用いられる。血の道症を発症する患者の多くが、漢方医学的には巨症であり、神症用さんが引用される。その他以下のような処方が証に合わせて用いられる。 処方日本において、血の道症の効能、効果を有する、医療用医薬品及び一般用漢方処方は、以下の通り。漢方の古典等における血の道症、または、類似する語句に関する記載及び解釈は、以下の通りである。明治政府によって、西洋医学中心の医療となり、1935年発行の、辞演では、血の道とは、 血液の流行する未知、即血脈のこと、転じて、不人生殖器に伴う、全身異常、頭痛、逆上めまい、温熱感、寒冷感、発汗または生殖器出血等を総称する俗語なりと、血の道は俗語として扱われている。1954年、当時福島医科大学産婦人科教授であった、福島克次は、 高年期障害と類似の症状が思春期、妊娠、産褥などによっても発現することに着目して、血の道について、生洋医学的に臨床的な検討を加えた研究論文を日本医師会雑誌に発表し、婦人に見られる、高年期障害類似の自律神経症候群を、血の道症というと定義することを提唱した。この論文において、 血の道症の原因の一つは、内分泌にあるが、エストロゲンの欠乏やゴナドトロピンの過剰など、単一ホルモンの過不足によるのではなく、相対的な不均衡にあるとし、これを、内分泌性血の道症と分類した。また、第二の原因は、精神の葛藤に基づくものであり、苦しい葛藤が身体症状に逃避していることによるとして、これを、 死人性生血の道症と分類した。さらに、血の道症の発生頻度、症状の分類、脱疾患との間別、内分泌性と死人誘性の間別などについて明らかにし、ホルモン療法その他の薬物療法、最大埋没療法などを紹介した。なおその後、福島は、さらなる検討を加え1971年の論文にて血の道症を 不定収縮症候群と改め、内分泌性血の道症を自律神経失調症とし、死因性血の道症は、心身症の一つであり、死因性不定収縮症候群と呼ぶことを提唱している。その後、他の医師たちは血の道症について以下のような解説あるいは定義を行っている。2008年、 厚生労働省はそれまで内規として運用してきた一般用漢方処方に関する承認における基準の改定にあたり、薬事、食品衛生審議会、一般用医薬品部会における議論を経て、一般用漢方処方のうち、血の道症の効能、効果を有する処方については、効能、 効果に関連する注意として、以下の表記を行うよう改定後の、一般用漢方製剤承認基準に定めた。ABC 厚生労働省医薬食品局、一般用漢方製剤承認基準2008年9月30日、薬食審査発、第0 9 3 0 0 0 1号2009年1月30日、閲覧 ABCDE 福島次書について、 日本医師会雑誌1954年、32巻、10号、P577 から581、ABCDFG e 赤図同僚、血の道症の意義と、官報療法、官報の臨床1958年、5巻、5号、P249 から 261AB 村田、孔明、血の道症、産婦人科の世界、新、 産婦人科の漢方1990年、42巻、増刊、P43 から 52ABCDEF 山田、公院、漢方の診察と治療、基礎編、谷口書店、1995年、P299。ABC 福島勝次、血の道章、産婦人科治療1971年、23巻、2号。 p147 から 178abc 菊谷、豊彦、特集、高年期障害、保険適用製剤による、高年期障害の漢方療法、現代東洋医学1985年、六巻、三号、p33 から37ハット abc 谷ただと、現代医療と漢方薬29。 少年期障害を管理する小薬、医薬ジャーナル1987年、23巻、15、P2213 から2218、医療用医薬品の添付文書情報において検索が、可能、清水富士太郎、日本薬学史1949年、1971年復刻、南山道、P452、立野和夫、漢方医学体系17巻、 有根社、1979年、P7225、大塚隆史説著、木が林一辺、大塚隆史説著,著作集、第六巻、春陽堂、1982年、P193、薬事、食品衛生審議会一般用医薬品、部会議事録、平成20年5月28日厚生労働省、公式ウェブページ。 2009年1月30日閲覧。ありがとうございます。